このパッケージのさ、なんだろう、モノトーンっていうかさ、まあ、白黒じゃないけど、色がついてない感じも、レトロ感出してるのかな？今回のビックリマンチョコはね、39周年企画ということで、なんとね、レトロ感溢れるデザインにシールがなってるんだって。エンボスメタルシール全部で39種類で、あの9種類はね、新しくイラストレーターさんが書き下ろしてくれた新しいデザインのシールらしくて、シソジュラ、俺大好きなシソジュラの、なんか、レトロシソジュラみたいなのもあんだって。めっちゃ欲しくて、レトロシソジュラ。多分ね、200個で揃うと、いや、思うんだけど、まあ、揃わなかった。あと、モーアンボックスね、届くんだよね。あの、キリュウがついてるやつ。あの、みんな買った？あれ。本当はさ、ゴーダリュウジの、シール、コラボシール欲しかったら、ゴーダリュウじゃなかったんだよね。あの、竜が如くとのコラボシールが2枚ついてる、この、ワンボックスのセットをね、ロッテで注文したから、届き次第ね、そっちも開封しようと思うんだけど、まずは普通の、なんだろう、コラボじゃないやつ。まあ、あの、コラボの方も、ただシールが2枚ついてるだけで、買わないと思うんだけど、中身。おー！レトロ感溢れてるね、やっぱね。懐かしい感じがする。で、あ、いたいたいた！これ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 ！これが欲しいんだよね。このシソジラのレトロ感溢れる。不良になってんだから。ええー、面白そう。いや、なんか今回のやつ面白そうだよね。すごいね。レトロ感溢れるデザインになってる、ね。びっくりマンシールとしてということで。それでは早速、コンプリート目指して、おそらく200コンプはいけると思うんだけれども、いけないパティもある。でも、モンワンボックス届く。おお、ニンニクマンスケが、なんか、おお、なんか、指名手配のさ、ね、よく西部劇とかで、バーンって貼られてる、指名手配のイラストみたいになってる、ニンニクマンスケ。39周年アニバーサリー。すげえ。来年40周年ってことでしょ？うわぁ、大先輩じゃないか、びっくりマン。先輩じゃないか、びっくりマンね。すごいね。裏は特になんかセリフとか、なんかセリフっていうか、説明とかいつも書いてんだけどね、書いてないね。ナンバーは12番の仕入れ。まずはニンニクマンスケ、ゲット降臨で。よしよし、いい感じ、いい感じ。レトロシールすごいじゃん。あ、デビルも、ゼウスも、レトロになってるのかな？チラッとしかないラインナップ。さっき、あ、そうそう、あの、公式サイトに出てたこれ4枚だわ。まあ、公式サイトっていうかね、この出てたんだよね。これが、シソジュラもいるのかと思って。すげえ嬉しかったんだけど。マジでシソジュラ早くゲットしたい。え、待って、シールは。シドゥルッテッテル。おお、ブラックゼウスだ。ブラックゼウスも。なんかレトロ感に満ち溢れ。締めでウォンテッド。締めでかいの、なんか、イラストみたいじゃね。裏は何も書いてないね。ナンバーファイブ。ブラックゼウス。でもなんか正直さ、色月の方が良くない？いらないとさ、寂しい。寂しいけど、まあ、レトロ感溢れ出てていいかもね、ほんと。まあ、今回のコンセプトは、それだもんね。レトロ感溢れるこのシールデザインというか。あとさ、あの、9種類ね、あの、書き下ろしの新しいシールっていうかデザインがあるみたいなんだけど、それ全部カラーなんかな？カラーで全部で9種あんのかな？カラーのやつが全部書き、おー、ネロだ！わー、あ、でもネロ似合ってるね。この、色がない感じっていうか、レトロな感じ。すごくいいね。ネロ。18番のシール。ネロが来まして。いや、コンプいけるかな。コンプ。200個でコンプできたらすげえ嬉しい。まあでも3箱あるから、竜が如くのやつと、コラボのシールついてるセットが届くからさ。おー、カラーだ！昭和レトロ10、これ書き下ろしだね。髪型がなんかね、その昔のアイドルみたいな髪型になってるね。昭和レトロ十字架天使。おー、すげえ！初カラー！十字架天使か。サンキュー。おー、30、あ、そうだ、39周年。サンキューだよな。S5。やっぱシークレット9、S9 まであるんじゃない？ S9 まであって全部カラーなんじゃないかな。おー、すげえ！昭和レトロ十字架天使。なんか背景もなんか古くせえもんな。水玉模様。このカラーな。水玉模様が古くせえよな、だから。おー、いい感じ、いい感じ。レトロな感じが出てるね。あと、あの、シソジラだよな。シソジラ出してやな、シソジラ。パッ。お、十字架天使からの十字架天使。ピカ。いいね、十字架天使か、この。やっぱカラーの方がいいな。カラーの方がやっぱ綺麗だよな、カラーの方がね。ただ並べると迫力あるよね、やっぱね。おー。マジ全員指名手配みたいじゃない？指名手配を持ってたのさ。デッドオアアライブって下に書いたらもう、なんか指名手配の、ね、あれみたいだよね。あと、あ、すげえ、やっぱ白黒、いやー待って、39しか、ちょ、いけるかなー。お、ヘッドロコカだ。
かっこいいな。なんかこの色がなくなってもヘッドロゴがね、目力が強いからね、ヘッドロゴがね、39周年のヘッドロゴ29番、よーし、ヘッドロゴ。あとは何が、あのノアホーム愛おしいんだけどな、またいでんのあと無理かな、またい、おー、フンドだ、フンド、お酒が荒ぶってるね、ああいうの変わらずこのこのバラマークがすごくいいしね。オーフッド、初ゲット降臨で、ね。まだ被らんが左半分ぐらいからかな。被るのきっとね、被りまくるだろうな。左半分からね。さて、何が出るか、どう、おー、昇降士テッカー色なくてもテッカーっていうのがわかるね。光ってるのがわかるね。昇降士ゲット降臨で、ね。13番の仕入れ。で、どんどん行きましょう。どんどんコンプリート。いける。もうコンプまで突っ走っていくぞ。そして、何が来るから来たしね、もうそのね。おー、開演、サンキューゼウスだ。39周年ということで、サンキューゼウス。おー、小槌持ってるね。これは打ち出の小槌かな。2024。すげー、今回のあれかな、これシークレット9か ?S9 か。あ、S1 だ。フェニックスと十字架天使もいるね。あ、これ、もしかして、後ろの背景繋がんないかな。あ、繋がんないか。なんか繋がるかなと思ったんだけど、S 同士で。繋がりゃしたいね。2枚目のカラーをゼウスということで。なんか、運気が上がりそうなゼウスですな。おー、いい感じ、いい感じ。運気を上げてくれるぞ、このゼウスは。そして、被ったら、あれかな、ラップとか、まあ、あれだね、あの、スリーブして財布に入れとけば、運気上がりそうじゃん、マジ。さ、おー、後ろか。後ろかって、これ一本釣りが、その、あ、じゃあ、ヤマトとかも絶対、あのね、アリババとかもね、ジャックとかも、ピーターとかもいるね。めっちゃ楽しみだな。全部揃いたいね。そして、人帝、全部揃、あの、全部いるよね。ヤマトとかまだ出てないけど、いると思うんだけれども。よし、何が来るか、ドドー、おー、サタンマリアだ。かっこいいな、サタンマリア。色がなくても、いや、マジ締めてない。してさ、デッドオアライブとかの、検証金書いてデッドオア、デッドオアライブって書いたらマジで、締めてないみたいじゃない、これマジ。ウケるな、これ。締めてないみたいなさ。いや、面白い。まあでも、さ、おお爆心来た、ヤマト爆心。かっこいいな、色が16のシールだね。色がなくて、やっぱヤマト爆心かっこいいね。これ笑ってる顔可愛いけどね。いや、ヤマトバクシンね。いや、面白い。いや、なんか、これいいね、レトロシールね。すごくあの、最近、待ってたんだけどさ、びっくりもの、新しい、あ、鬼ヶ島。これいいの出たわ。出た、いいのね。鬼ヶ島。びっくりもの結構間開くからさ、すごい楽しみなんだけど、すごい間開くから、ね、嫌だよね。どんどん、あの、毎月、新作出してほしくない?びっくりは。びっくりは毎月ね。これね、ウィアス。なんだかんだ言って、このビックリマンのウィアスうまいよな。一応欲しいかもな、やっぱなんだかんだ言ってね。一番、さっ。おー!ピーター来た!かっこいいね、ピーター!よー、締め手がいいんだけど、やっぱ締め手がいいに見えるな。どうしても締め手がいいに見える。で、こっからが左半分かな。こっからが左半分の戦いかな。いい感じで来てるよ。今のところ一応目被ってないから、もうそれ被るんじゃないかな。もうそろ被り、おお、ヘッドロゴのカラーだ。39周年アニバーサリー、39周年記念。いや、すごいね、39周年も続いてんだね、ビックリマンってね。いや、歴史すごい長い歴史だわ。こんなに長く続いてるってすごいよね。いろんな俺好きなシリーズで、食感子供の頃のやつあったけど、どんどんなくなってんのにさ、ね、神羅万象だってなくなってさね、いろんなのなくなってるけど、もうビックリマンずっと昔から残ってんだもんな。すげえ。あ、まあ、金欠とかもなくなってないよ。今も売ってるからね。それに付随するっていうかさ、いろんな商品も出てるし。まあ、なくなってないのもあるけど。ヘラクライスマジかいたのかやった、いるかヘラクライスは絶対。やったー、でもあのヘラクライスが指名手配みたいになってんのか、なんか嫌だな。俺の大好きなヘラクライスだから、指名手配みたいになってるぜ。そして、いやー楽しいな、これ、マジで。やっぱ、新しいシールが出るとテンション上がるね、ビックリマンね。ユピテル!ユピテルヘッド、あ、ユピテル来た、ユピテル。ユピテルヘッド。おー。色がない。いや、なんか、これこそ、なんか、指名って書いてある。
懸賞金がかけられるっていうね、面白いなこれ。やっぱ色がないだけで、ね、なんかそういう雰囲気が出るよね。雰囲気がね。さて次は何かな、楽しみです。お、来たヤマト、入りました。可愛いなヤマト、この笑顔がいいよね。ヤマトのね、あとはジャック、ピーター、アリババ、あとなんだ出てないの、一本釣りか、一本釣りも出てないね。牛若は出てるね、さっきね。牛若も出て、鬼ヶ島、あ、かぶった、ついにかぶった、初かぶりは鬼ヶ島。こっからかぶりまくんのかな、これをちょっとかぶりゾーンにね、かぶりゾーンに置いて、いやー、こっからまあ左半分かぶりまくるんだよな、びっくりもな、いやー、何枚までいけるか、コンプいけるかな。おお、超はレトロか。え、な、これ何がレトロなの、スキーってレトロなの、あ、服装がか、服装がなんかレトロっぽいもんね。確かに。おー、昭和レトロか。お、やっぱりこれ繋がるよ、これ。さっきのさ、A ってこういうことじゃない、ほら。あ、違うな。アニバーサリーだから、ここにまだあるね。こういう、サンキューアニバーサリーってなるんじゃないかな。そういうことだね、そういうことだね。おー、面白い。裏面もなんかこだわってていいね。裏面も繋がるようになってる。おそらく繋がる。カラー全部、でも、さっきのゼウスはね、なんか、でもどっかに繋がるんじゃないかな。下の段とか、ちょ、わかんないけど、全部集めてみないとね。やばい、かぶり、昇降士かぶったね。昇降士かぶ、やばいやばい。かぶりゾーンね、かぶりゾーンに。2枚かぶった。やっぱこっからかぶるか。いや、コンプこれむずいんじゃねえか、もしかして。次回届く3箱目でもさ、無理かもしれないな。いつ届くんだろう、明後日くらいに届くかな。おお、デビル来た。いや、これこそ指名手配だね。顔がやっぱ悪い顔してるわ。デビル。スーパーデビルの指名手配。おー。すげえ。やばさ、39周年ってことでちょっと昔感を出したんかな。39周年。もう39年前っていうか、昔の、まあ、昭和のね、時代のデザインをね、出したのかなという。いや、いい感じだね。おー、来た。ピーター。二枚目。こういう、全然被っても。人定はね、被って嬉しいよね。あとは、いやー、ヘッドロココだもん。できれば被りたいよなー。被るんだったらやっぱ自分の好きなヘラクライストとか被りたいよね。ゴーストアリババ!ゴーストアリババだ!わ、いたんだね、ゴーストアリババ。すっげーレアだわ。やった、俺の大好きなゴーストアリババ来た。ありがとうございます。おー、ビビった。5位いける、ゴーサリバー来た。焦ったな。そして、あと少しだ。やべえ。あと3枚ぐらいは埋めたいけど。おー、来た、ついに。これ欲しかったの。昭和レトロジュラー。シソって書いてんのいいね、ここね。シソ。シソジュラー。俺はシソだぜ。あと、リーゼントだね。で、ガクラン、この長ランティーの、この長いやつ。いやー、いいなー。これ、応援団かな。かっこいいね、服装がね。昔、タコにして応援なんていうね、ファミコンだったよな。お、愛されて、ビックリマン、悪魔対天使、バーザー天使の、あ、やっぱ繋がるぞ、これ。楽しみだね、繋がるの。おー、これ、なんか、コンプした後の楽しみ二重にあるね、繋がるし。すげー楽しいだな、これ。早く繋げたいね。そして、被るだよ、被るだよ、被るだよ。あー、後ろが被った。内輪かかぶった、くっそマジか、まあ、しょうがないしょうがない。今4枚目か。ワンボックス4枚かぶったか。まあそうだよ、かぶるよな。びっくりマンはな、かぶるんだよね、これ。ささっ、一本釣りました。一本釣り、初々。一本釣り。やったー、一本釣りで。よし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 、来たぞ来たぞ。初々。よし、いい感じで終わりそう。いい感じで、あと3パッキー。あと3パッキーできれば全部持ってないの出して。スムージーに次の箱に行きたい。ゼウスでレッテテレウ。スーパーゼウスだ。やったー。これスーパーゼウスとスーパーデビルがね。ダブルコンビネーションですよ。よしよしよし。で、残り2パッキーだからな。カラーのどっちか1枚出ないかな、カラー。カラーのいいね。面白いわ、カラーのマジで。あと他何あったっけ?チラッとさ、後ろに出てたからさ、ここに。これはもう、わかるけど。あ、ゼウス出たか。ヘッドのここ。あ、全部出ちゃったもん。あとからのヘッドロゴをね。おー、しよしよし。で、最後の、ワンパーキーもない。あんなにあったのに、やくそ。やっぱ楽しいとすぐ終わってしまうな。ドキドキしたから楽しいよね、やっぱね。食べるぞ!持ってないの!
かぶらない。おお、なにこれ、昭和レトロ、なんかギザギザになってるね。あ、わかった、ドット絵だ。ドット意識してんだ。このファミコン見てわかった。これファミコンズがゲーム機。お、これレアじゃない？昭和レトロヤマト。ドット絵になってる。これこそ昭和って感じすんね。ドット絵。お、すげえ。皆さんに愛されてるビックリマン。悪魔対天使。これはもう繋がったね。これ確実にこうですよ。あ、全部一遍に繋がるわけじゃないのか。おー、すげえ。あ、でもなんか繋がりそうだけど。こう横にね。あー、これはこれで繋がって、これはこう、こういう風に繋がるってことかな。すげえ面白いね。後ろ繋がるのがマジで楽しいわ。それではワンボックス目のね、開封結果はこんな感じになりましたということで、次の200個目に突入。あとは13か。13枚でコンプリート。13枚、持ってないシールが出てくれたら、全種類コンプリート決まるということで、なんとか決めたいね。コンプリート。200、これで決まんなかったら、次の龍が如くのシールについてくるもうワンボックスでコンプを。決まるような、さすがに3箱で。さすがに3箱は決まると思うけど、200は微妙なところだよね。決まるかなぁ。でももうワンボックスあるから届き次第ね、回復して、そっちでコンプリートはできると思うんだけれども、今日コンプして安心したいね。今日コンプして安心したい。頼むぞ、コンプリートさせてくれ、頼む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 。おー、フッとね。持ってる。やぶねえ。マジで怖くない？いつ持ってないの出るのかっていう、これドキ、このドキドキ感がいいよな。びっくりマンつうか中身わからないシリーズは。おお、昭和レトロデビルだ。昭和レトロデビル。黄金だ。札束だ。これぞバブル。後ろに泡があって分かり合いやすいね。これバブルだよね、きっとね。バブル期の、デビル。昭和レトロバブルデビルの方がよくない名前。うわぁ、金が有り余ってた時代だったんだな。バブル一回でいいから経験してみたくない？もうタクシー代とかでもポンポンもう何万とか出すでしょ。すげえ。いい時代だったな。ほろよい。ヤマト可愛いな。ヘッドロコことね。S2。いやぁ、いい資料が来たわ。デビルの顔がなんかこう見るとイケメンに見えてきた。なんか、かっこいいね。メガネ似合うね。メガネすごい似合うね。あと細かいところも見て、こういうなんかあれかな、他にもあるなんかレトロ表してるのちょっとわかんないけど、いやバブルといえば金だからね。金が有り余ってるぜみたいなね。最高の時代じゃねえか、バブル。そしてまさかバブリーのデブリーが来るなんてね。そしておー、フェリックスだ。フェリックス出てないよ。あ、出たっけ。出てないよ。ナンバー3フェリックス。あれ、フェリックス出てないよね。フェニックスね。セントフェニックス。よしよし、セントフェニックス。あれ出たっけな、ちょっと待って、僕、ちょっと、いや、出てないわ。セントフェニックス初だわ。セントフェニックス出てないはず。そしてで、おお、十字架天使ね。十字架天使はもう出てるね。頼むぞ、コンプさせる。もうめっちゃ怖くなってきた。コンプリートできるかどうか。頼む。持ってないの来たよ、お願い。おお、昭和レトロネロだ。あ、怖い。早っと、持ってたわ。あった。パチ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 ってすんだよね、こうやって。パチ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 ってこう振って。で、剣玉ね。剣玉は今も流行ってるね。なんかこれ武器にしてる漫画のキャラとか言えなかったっけ？これパチパチ武器にしてるやつ。で、この、あ、上下とも、ジーパンとかジージャン？ね、この格好も。おー昭和のショーって書いてるね。昭和レトロネロ。いいじゃん、これ。あ、さっきの真ん中だ。ニバーのところだね、ニバー。アニバーサリー、サンキューアニバーサリーの真ん中が埋まったね、これでね。気になったか、昭和レトロネロ。すごくいい、これ欲しいな。これ今売ってんのかな。お祭りとかであったよね、昔ね、これね、景品通貨。今ある？今なくない？今、そういえばこれ、なくなったよね。いや、欲しいな、これなんていうの、名前。おお、ジャック初だね。ジャックは来てない。やったぜ。ジャック、ゲット降臨で、よしよしよし。埋まってきてるよ、埋まってきてるよ。あと、あ、フェニックスもだから、あと9枚か。あと9枚でコンプのはず。計算上は合ってたら、だけど、あと9枚で、コンプリーティング。あー、ニンニクマンスケ。一番最初に出た。一番最初に戻ったね。うまい具合に出てくれたらいいんだけどなー。あと、ヘラクライスと被りたい。まだ被ってないからね。ライスと。俺のめちゃめちゃ好きなライスとか。お、ほろ酔い初だね、ヤマト。
やったー、かわいいなこの笑顔がいいよね、ヤマトのね。めちゃめちゃ癒されるわ。なんかいけそうな気がしてきた、いけそうな気がしてきた。全種コンプやった、200コンプ決めることができるかもしれないって。サタンマリアだ、あれさっき、あ、別のサタンマリアだ、あれ。このサタンマリア出てないよね。あー、すげえ、複数あんのか、サタン。あ、すごいね、サタンマリア。さすが人気キャラだね、サタンマリア。さっき髪の毛ブワーってなってるね、あのサタンマリア出たもんね。あっちのサタンマリア。そして、さて、もうカラーないかな、まだあるよね、きっとね。カラーのシール出したいんだけどな。カラーシール。おぉ、噂をすれば、昭和レトロブラックゼウスだって。あ、ゴルフか。ゴルフは今も流行ってるよね、でもね。これゴルフ型のなんだろう、レイピアっていうか、あの、なってるね、ゴルフ型の、ゴルフバッグ背負ってるシールだな、ブラックゼウスがね。面白いシールだな、これ。やっぱ昭和といえばゴルフなんか、なんかゴルフは今もなんか流行ってる感じするけどね。ゴルフね。うん。でも、まあ、ゴルフの格好してる。よくわかんないけど。あの、ピント、昭和って来ないね。昭和って感じがしないけどね。そして、襟巻きトカゲの格好している方がいいんじゃね？昭和ってなんか襟巻きトカゲの感じ。お、やった、かぶったぞ、ヘラク、ヘラク。ありがとう。ヘラクライスかぶりました。よしよし、いい感じ、いい感じ。でも自分の推しキャラさ、かぶりたいよね。最低でも5枚ぐらいは欲しいんだけどな。どうだ？おー、ユピトリヘッドね。もう出てるね、ユピトリヘッドも出てると。いや、チョコのすごいいいニュース。早く食べたいな、マジで。牛乳持ってこなきゃ、牛乳。牛乳とめっちゃ合うよね、このね、ウェアですね。すげえ腹空いてきた。そして、ドドーン、コンプしてからね。コンプしてからじっくり並べて見ながらね。いやー、勝利の牛乳ですよ、ウェアスと。勝利のウェアス牛乳やりたいね。いやー、コンプできんかったら敗北のウェアス牛乳だからな。頼む！折り菓子割ってるって。やばい、あと何出てない？あと何出てない？ちょ、わかんないけど。ラインナップが出てないからわかんない。ラインナップ出てないよね。ネットでね、調べても出てこなかったんだよね、ラインナップ。何あんのかな？あの、ノアホームとかさ、またいでノアいんのかなと思ってさ、すごい気になってたんだけど、出てこなかったから、ちょ、わかんないんだよね、ラインナップが。ちょっと、だから、またいでノアとかさ、ノアホームがいる可能性もあるよね。天使対悪魔だし、悪魔いると思うからさ。おー、で、やべ、かぶりまくって、もうダメだ。もう嘘、もうダメかもしんない。200コンプできない？マジで。ちょ、きつ。おー、ショコシ。かぶりまくってる。もうダメだ。嘘ー！ 200コンプ決めると、決まると思ったんだけどな。ピーチャー。あとさ、あれ？誰出てない？一本釣り出てたよね。一本釣り出たし。ジャックも出たしね。ゴーストアリババ。やばい。こっちだって被りまくってる。頼むって持ってないの来てくれ。持ってない。コンプしないよね。全然足りないよね、まだね。牛若も出てるね。やばすぎる、やばすぎる。ちょっとチョコ食って落ち着こうかな。ちょっと取り乱してきた。取り乱してきて、ちょっと、精神統一して。頼む、頼む、頼む、頼むぞ。頼むぞ。おー、一本ついて、持ってるわー。でも、被りは嬉しいね。俺、一本ついて好きなんだよ、めちゃめちゃ。頼むー、頼む、そんなこと言ってる場合じゃねえんだよ、コンプリート。まだ可能性ある。まだ可能性ある。まだ、キャロー、あ、待って。ゼウスー、ゼウスー。やばいな、ちょっと待ってくれ。マジでいきゃ。おい、お前、ふざけんなよ、お前、ばっかりお前。ばっかりこと、お前、マジでコンプリートさせてくれたの、頼む。ヘッドローコーコー。ヘトロココ出てるよね。ヘトロココは、このヘトロココ出てるはず。あれ出たっけ、あれさっきヘトロココ出なかったっけ。いや、あの、違うヘトロココか。これ出て、あれちょっと待って、後で確かめるか。やばい！やばい！あと6パッキーぐらいなんだけど、これ。あと7パッキーぐらいかな。と、おー、昭和レトロよ。でもこの被りは嬉しいね。ドットヤマトになってるのがすごくいいよね、これね。やばすぎるコンプリートできないかもしれない。嘘っしょ、マジで。ニンニクマンスケ。同じはこれ2枚目だぞ、これ。やべ、うっそー、コンプできんわ。マジでか。頼む、頼む、頼む。ブラックゼウス、ブラックゼ、待って、もう全部持ってないの出たとしても、これコンプできないんじゃね？え、そんなに ?39 種でしょ？ちょっと待って、ちょっと待って。ヤマトバクシンをさっき出たでしょ？ちょっと待って。嘘だろ。
200コンプできねえんだけど。ちょっと待ってくれよ。魔性ネロ。ネロ出たよね。ネトロ、あれ？ちょっと待ってって。コンプできんかったんじゃないのこれマジで。おぉ、ちょっと待って、最後。嘘だろ。嘘、あれ、せめて持ってないの。一枚でも無駄。持ってないの、来てたらめ。持ってないの。うおぉちょっと待って、数えるわ。ちょっと待って。マジかー、あと5枚のとこまで、だからまだまだだったね。あと1枚2枚のとこかなと思ったけど、あと5枚も出てねえわ。うわ、きっと200個じゃ無理だね。やっぱ39種もあると、サガコンプか、次回だなー。でも次回でもなんか微妙な気がする。あと5枚も出てねえんだもんな。次は龍が如くのシールついてるセットのやつ届いたら、まあ開封して、コンプリート。するわ。3箱じゃなくて4箱を注文しとけばよかったなぁ。いや、じゃあ4箱できなかったんだっけな。4箱。3箱は確か限界だったような気がすんな。いや、4箱できたりしてたと思うもんね。なんか微妙だったからね。コンプリートできるかどうか。200個ではコンプできなかったわ。え、みんなどうだった？ 200 個でコンプできた人いる？もしかして。俺運悪かっただけかな。まあそういうパティーンもあるからね。全然。いやーでも悔しいな。コンプしたかったわ。それではではまた次回。次のね、全種類コンプリート会で。あと、龍が如くのシールを見る会でお会いしましょう。くっそー、マジムカつく、コンプしたかったわー。あと、たったの5枚、まあ、たったじゃねえか、結構あるよな、5枚ってな。あと5種。何出てねえんだろうね。すげえ楽しいな、5種。